水古伝水古伝108世一覧表。朝青バリアオは中国の小説で読んだ駅書の一つである水古伝に出てくる登場人物。梁山泊第102位の高官で地形性の生まれ変わり。あだ名は菜園師で過去に盲州の孔明寺で野菜畑の番人をしていたことに由来する。妻に、孫次長がいる。元は盲州の孔明寺の再演の番人だったが、 僧侶を殺してしまい追いはぎ家業に見ようとす。盲州の十字派で妻の孫次長と共に居酒屋を営むが、この居酒屋で金目のものを持った旅人を殺して金品を奪うなどしていた。ある時盲州に流罪となって護送中の竹松が通りかかった時、これを孫次長が盛りつぶそうとするが竹松はこれを見破って未遂に終わるという一件があり。 朝生は竹松に丁寧に詫びて、結局竹松と義兄弟のちぎりを結んだ。後に、長謀法を殺して逃亡してきた竹松と再会し、青州に劉さんの路地心や養子のもとへ行くことを進めた。この時竹松に、以前孫次長が盛りつぶした行者の衣装を提供し、竹松のあだ名が行者となるきっかけを作った。自身も後に、孫次長と共に劉さんに加わり、 ロチシンだと共に、両山泊まり入りした。両山泊では、夫婦で西山支店を担当し、情報探知や両山泊を訪れる人の応接に当たった。放浪討伐の際に、九十で討ち死にした。ありがとうございます。